真実を求めて運命更新ゴーストトリック実況プレイパート5。皆さんどうもこんにちは、木更津です。お初の方は初めまして。前回ですね、お隣さんの電話を拝借しようという流れになって、隣の部屋に来たのはいいんですけど、まだ電話までたどり着けていないので、今回その続きからやっていきたいと思います。とりあえず辞書にいたのをランプに移動してみました。なんか言ってる。また恋愛小説のセリフか。おお、奥様、まさかあなたがスパイだったなんて。ああ、大統領、私をどうなさるおつもりなの。あなたを逮捕します。そしてこれが判決です。あなたは私の愛の独房で愛の無知にむせび泣くの刑。ああ、大統領。おお、奥様。自分で書いておいてなんだけど、この大統領の国の住人にはなりたくないものね。本当にな。ランプを消してみたけど、いきなり何よ、間違えたじゃない。電話はもうすぐそこだ。もう少しなのだが、あと一息、ジャンプが必要か。届かないんですよね。道がつながるタイミング見逃さないようにするぜ。あ、なんだ、タイミングさえ合えばもう行けるのか。なるほどね。さっきくしゃくしゃに丸めて投げた紙、あれに乗り移って向こう側に行くのか。ちょっと待って、お尻で火つけた今。なんてつけ方してんだよ。まあ早速つけてもらって申し訳ないですが、コックをひねらさせていただきます。早くくしゃくしゃってやって。よし、乗り移ったぞ。これで投げてもらえるはず。あれ？あれ？届かないよ。なるほどね、ゴミ箱を開くのか。上に行って、そうだ、よくできてますね。もしもし、君かね。あなた、何度同じことを言わせれば気が済むのかしら。今夜は神聖なる夜なの。締め切りですね。いわゆる締め切りってやつ。書いてあったよ。言わなくても書いてあったよ。最後まで読んでから言おうね。頼むから考え直して帰ってきてくれないか。だから考え直すのはあなたの方ではないかしら。わしの立場も分かってくれないか。小説ならうちでも書けるだろう。あなたが考え直さない限り、私と娘は帰りませんとも。永久に帰りませんとも。目がぐるぐるってなってた。あの子、エイミンと話をさせてくれないか。ダメよ、風を聞いてあなたの悪夢にうなされてるから。私パパと話したいよ。全然うなされてないんですけど。とにかく今夜はもうあなたの声は聞きたくありません。そんなこと言わずにだね。もう電話してこないこと。一切出ませんからね。もう絶対に出ませんとも。怖いなぁ。
番号入手。マダムの赤い部屋から悩める中年の館へ。これでなんとか電話線はつながった。このマダムの旦那氏に興味はあるが、やはり私の手がかりをたどるのが先決だろう。リンネを狙う殺し屋がゴミ捨て場に向かっている。急ぐとしようか。つまり悩める中年の館の電話番号も分かったけど、それよりも先にゴミ捨て場に向かえってことでしょうかね。それじゃあ行きますか。ダイヤル。ゴミ捨て場へ。私がここを離れてからそれほど時間は経っていなかった。しかし状況は変わっていた。誰だ？どうやら私の亡骸を調べているようだ。一体何者だろうか。相変わらずくねくねしてますね。そしてその横で心なしか嬉しそうにくねくねしているやつがいる。こいつもそもそも何者なのか。本名すら知りませんからね。お帰りなさいませ。短い旅でございましたね。こいつは一体どうなっている？これは警察の捜査でございます。あなた様が殺害された事件の。私の殺人事件か。そうだ、ところでリンネは？彼女は無事なのか？おお、早速あの方のお名前が分かったのですね。いや、さすがでございます。この後どうなったのかな。何か良くないことが起こったように見えたのだが、小さいおっさんが背後から忍び寄っていた。そして彼女は今再び殺し屋に狙われている。そういうことでしたらまずはご安心を。あの方ならば先ほど逮捕されましたので。逮捕だって？一体どうして？わかりません。私もくねくねするばかりでございます。とにかく情報を集めてみようか。殺人犯に間違われたってことでしょうかね。厄介なことになりましたね。ああ、身内から殺人者が出たなんて所長の首じゃ済まないぜ。リンネが身内ってことはリンネも刑事なのかな。あいつ新米でしたからね。無茶な捜査をしていたとか。新米にそんな任務は与えられない。たとえそれがリンネでもな。でもあいつは特別だという噂を聞いたことがあります。特別捜査班のカバネラ警部と強いつながりがあるとか。まあ自分はそんなものなしに刑事業界をのし上がるつもりですが。刑事なら噂話はやめろ。誰が聞いてるかわからんぞ。私とかな。わしとかな。誰だお前。なんだろう、検視する人かな。とりあえず移動しましょう。どこに行って何をすればいいの。動かせるものもなし。あ、吹き出し出てるじゃん。気づかなかった。死因は胸に受けた銃弾によるものと考えていいだろう。
じゃあ君タンカーを頼む。詳しいことはラボに戻ってからだ。あ、もう少し待ってもらえますか先生。特別捜査班長のカバネラ警部がこちらに向かっているそうなので。特別捜査班、こんな事件関係ないだろう。ま、なんといっても捜査官のナンバーワンですからね。へそを曲げられちゃうといろいろ面倒でしょう。うむむむ、わしには関係ないんだがな。自分もどうかと思いますね。面白半分に現場に来られてもいい迷惑じゃないですか。陰口なら一人でやってくれ。誰が聞いてるかわからんぞ。私とかな、わしとかな。同じ流れだ。かぶせてくるな。これが特別捜査班長でしょうか。なんかいちいちカッコつけるな。いいね、この事件現場の緊張感。その動きなんだよ。とってもラブリーだ。どこが？あ、BGM 変わった。なんか陽気だ。踊ってるしこの人。よう、みんなどう？捜査してる？ご苦労様です、カバネラ警部殿。早速この自分が状況を報告させていただきます。おお、ちょっと待って。電話一本いいかな？いちいちその動作に何の意味があるんだろう。こいつが班長さんか。確かにラブリーな男だ。どこら辺が？新しい情報を更新しました。取り付く。電話で何を話しているのか聞いてみましょう。移動しなくてよかったな。じゃあそれでどう？そっちは。そうですね、どうと言われましても、日々それなりにやっているとでも申しましょうか。いや、そういうことを聞きたいんじゃないのよ。そうだな、責任者出してくれる？我こそが責任者なのです。我こそがこの公園を守るのです。なんかちょっと言っちゃってるな。申し訳ありません警部、こちらただいま配置につきました。あ、そう、よかった。いや、もうびっくりしたよ。いきなり我なんて言い出すんだもん。はあ、そこですか。とりあえず見張りを始めてよ。動きがあったら連絡くれるよね。はっ。どこかを見張ってるのか。あ、でも公園って言ってたな。ということで刑事が見張る公園の番号を入手しました。それでは改めまして報告の方を。先生、ちょっと先生。これが先生ね。わしのことか。いいね、くれぐれもよろしく頼むよ先生。あんたに言われなくてもよろしくやっておくかね。さて、とりあえず容疑者に会っておきたいんだけどな。リンネ刑事ならばこの自分が任意同行を求めたであります。今管理人のおじさんの部屋に拘束してありますよ。ゴミ捨て場に管理人なんているんですかね。管理人のおじさんね。どこそれ。警部が自転車を止められたその先ですね。
ラブリーだ。ちょっと行ってみるよ。じゃあ、頑張って。いってらっしゃいませ。陰口叩いてて割には腰が低いというか。自分も管理人室に行きたいな。多分これでうまいことを移動して一緒に管理人室に行くんだと思うんですけど、時間がねそろそろいい感じなので、ちょっと今回はここで区切りたいと思います。ここまでご視聴くださってありがとうございました。次回管理人室に行きたいと思います。もしよければ次回もまた見てください。それでは。